おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバース、ザナのファウンダーリオが ドバイからお届けするメタバースチャンネルです。昨日はですね、ザナ冬祭り2023年に向けてのカウントダウンというところで、第1弾ニュースをですね、発表させていただきました。こちらはですね、ザナネイティブブリッジですね、ザナブリッジと言うんですけれども、ザナ本家が作ったブリッジとなっています。で、こちらに関してはですね、一番いいところとしては、今までのですね、100分の1のコストでブリッジが可能であるというところなんですね。で、今まではですね、他社さんの サービスを使っていて、こちらがマルチチェーンさんというですね、パートナー企業がやっていたんですけれども、このですね、アバランチからザナに来ることにおいては、僕たち自身がやった方が安上がりになるんですよ。なぜかというと、直接ですね、このアバランチの上のトークンをバーンして、ザナ上で再びミントするというような作業をやっておりまして、こちらはですね、ほぼゼロコストで、本当にガス代だけくらいの程度でできるというふうなことになっています。これ残念ながらですね、アバランチからザナだけに有効であって、 棚からアバランチに行くときにはですねやはりマルチチェーンを使わないといけないということなんですけれども、えー、こちらにですね来る方が大きくなこれからは多くなっていくと思いますので、えー、これがですね非常に皆さんのお助けになるかなというふうに思っています、えー、僕が実験したらですねだいたい0.06ドル とかだったので、大体まあ日本円でいうところの7円8円とかですね。で、今まではですね、大体5ドルから6ドルっていうのは最低限かかっていたんですよ。で、それ以上になると、こちらはですね、マルチチェーンの場合はパーセントがかかってくるので、例えば0.1%だとしてもですね、非常にこう、高くの金額を動かすときはかなり大きな金額になるじゃないですか。で、こちらはですね、もう100万円動かそうが1000万円動かそうが常に一定のガス代のみというところなので、よりね、大きな金額を動かす人にとっては、 非常に便利な機能になっております。えー、こちらですね、ザナブリッジというものをまず初日のニュースとして発表させていただきました。 今回からですね、このアトム、ちょうど予約販売が始まったご当地アトムの予約なども、または実際の購入なども、ザナチェーン上のゼータトークンでの購入になるんですね。えー、そういった時にはですね、やはり取引所でゼータトークンを購入して、ブリッジしてくるというような作業が必要になってきますので、これからね、かなりの多くのシーンで使われていくと思っています。まあ、そうこうしているうちに、そろそろですね、まあ、 我々のパートナーである大手取引所さんがザナチェーンを導入してくださいますので、そうなってしまえばね、もうあの引き,ど引き出し引き出しの際にもうザナチェーンを選択すればそれで OK というようなことになってくるので、新規のですね、購入に関してはそういったことができるんですけども、今まだですね、あとまあ少しですね、お待ちくださいというところで、このブリッジを活用していただければなと思っております。そしてですね、昨日からご当地アトム岡山のですね、予約販売というものが始まったんですよ。えー、こちらはですね、ザナのダオ、 皆さんのお声からスタートした機能でして、えー、事前にですね、ホワイトリストを持ってらっしゃる方々は予約ができるよということなんですね。で、大体数日間にかけて予約を行い、で、そこからまた数日間空けて、本番までの心構えをして、そして本番当日を迎えるというようなですね、二段構えにすることによって、えー、本番にですね、どうしても時間が間に合わない人であったりとか、ホワイトリストを持ってるんだけどなっていう人のですね、お声に応えられるような機能になっています。こちらはですね、 17日から20日というところでですね。 少し長めに3日間の余裕を持って今回行っています。まあ、前回はですね、確か d モの時は2日間だったかなと思うんですけれども、何分ね、今回は新しいチャレンジが多いと思うんですよ。昨日もね、すいません、ちょっとだけね、不具合が出ていたのかなと思うんですけれども、えー、いかんせん、今回からはですね、まあ、その予約、事前予約制度に加えて、このザナチェーン初の販売であるというところとですね、まあ、ブリッジをしなければいけないっていうところと、ま,あ、まだですね、アトムを買う前は、えー、実際にザナチェーンを使っていなかったよ、 っていう方もですね、一斉にこの座ナチェーンを使い始めることになりましたので、まあ昨日ですね、多少の不具合というものがあったんですけれども、これはおそらくですね、まあ週明けには改善されるだろうというところで、まあ20日までなんでね、これは急いでなくなるものではないし、皆さんのホワイトリストの枚数分はしっかり確保しておりますので、そこに関してはね、ご安心をください。えー、そしてですね、この、 ホワイトリストを持っていたんだけれども、1枚ですね、1枚のホワイトリストにつき、月2枚ですね、購入できるという決まりがあったんですけれども、これがですね、少し不具合を起こしているようでして、こちらに関してはですね、しっかり対応させていただきますので、こちらもご安心ください。おそらくですね、まあ、ちょっとさすがに日曜日は難しいので、月曜日週明けの対応になってしまうと思うんですけれどもあ、ちょっと買えなかった枚数がっていう方はですね、しっかりですね、1人ずつ対応させていただきますので、すいません、そちらに関しては、 ご安心くださいと。して、必ず、えー、事前予約にですね、参加してくださるおつもりの方々全員の、えー、対応を来週中にですね、必ずさせていただきますので、えー、ぜひご安心ください。というわけでですね、こちらご当地アトムの 予約販売が始まったというところなんですけれども、まあそうですね、今、DAO の皆さんしかり、えー、過去のですね、いろんな記事しかり、えー、またはですね、Google やいろんなリソースにですね、もうすでにザナ DAO の皆さんがですね、素晴らしい記事を書いてくれたり、えー、How to ですね、どうやってウォレットに例えばメタマスクにザナチェーンを追加するのかとかね、どうやってブリッジするかとかっていうですね、ありとあらゆることを非常にね、簡単に皆さん作ってくださっていますので、えー、ぜひそういったですね、えー、すでに共有されている知識を共有し合いながら、えー、皆さんのですね、スムースな チェーンへのお越しを実現できたらなと思っていますので。 まあ皆さんね、こう、新しい方って結構すぐにダウンの中で聞くんですけども、もちろんね、聞くのはいいんですけども、まあ一つね、自分で Google 探せばですね、もうすでにブ,ブログの記事がたくさん出ていますので、えー、そういった方々はですね、まあせめてちょっと、あの、ワンクリックしてから聞こうよみたいな話はね、結構あったりするんですけれども、うん、そうですね、まあうちのザウンダウンのメンバーさんはね、みんな優しいので、もちろん対応してくださるんですけどもですね、やっぱりね、これはあの、ちゃんと一回は調べてね、ということはですね、えー、浸透させていった方が、まあ皆さんのお手を煩わせることもないかなと思いますので、 で、えー、そこはですねちょっとカルチャーとしてしっかり広げていきましょうまずググるとまずググってから聞きましょうということですね これはですね、やっぱり自分で調べる力をつけないと、どうしてもね、えー、人任せになってしまっては、えー、大事なところでですね、やっちゃうんですよ。結構、えー、普段ですね、こう無意識にやっちゃう人、えー、例えばその、N あね、NFT が盗まれましたとか、えっ、ー、となんかね、えー、ウォレットハッキングされましたっていう方々っていうのは、まあ大体ですね、そういったどうすればいいのかっていう方法を知らずに、または全然自分で調べずにですね、まあ自分の範囲内だけでやってしまってとか、まあ聞けば一緒みたいな感じで、えー、ということは誰も注意してくれないってことをですね、 自分で調べてもないし、誰も注意してくれなかったら、それって結局やらかすことにつながるわけじゃないですか。だからね、やっぱりこれ自分の防御力を高めるという意味でも、まずググってみるっていうのはね、必須項目だと思っています。まあ、これをね、聞いてくださっている方々は全然大丈夫だなと思うんですけれども、まあ、そういうカルチャーをですね、えー、ぜひ、ダオの皆さんと一緒に広げていきたいなと思っています。 そしてですね、どうしてもこのブリッジがないと予約に進めなかったので、順番が少し前後してしまったんですけれども、本日はですね、正式にご当地アトム岡山の発売時間であったりとか、もろもろのですね、情報を開示させていただきたいなと思いますので、今日の発表をぜひお待ちください。昨日はですね、非常に大きなミーティングを某国の方々と、もうそれぞれ2、3時間ぐらいですね、ずっとやっていたんですけれども、いや、本当にね、これは皆さん、今、本当に、今、水面下でですね、結構でかいことが、世界的にね、起こって

見ていると、まあ、全然ね、無風みたいな感じなので、いや、本当にこれメタバース来んのかよ、みたいなね、ことを思っている方々がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、実はそれと全く関係ないところでですね、まあ、どちらかというと、まあ、メジャーなところで、もうとてつもなくみんながね、準備しているんですよ。で、これって本当になんかね、表に出ている情報だけを当てにしてはダメで、一番大事なのってね、やっぱり現場なんですよね。表の声だけ聞くと、まあ、とにかくね、みんなね、 世間のニュースもまるでなんかね、こう、クリプト業界みたいな動きをしていて、なんかある時はね、とにかくバズワードみたいな感じでひたすら煽りまくるんですよ、ニュースって。で、そしてですね、なんかそれがちょっとでもなんか、えー、勢いが弱まってきたら、もうこれバブルは終わりだ、みたいなね。これ常にこのパターンなんですよ。あの、どこかの国の経済がすごい、なんか例えば中国がものすごい勢いでどうのこうのってなっててで、ちょっとでもですね、中国が停滞しだしてくると、いやもう中国終わったな、みたいな感じで言ったりとか、メタバースもですね、えー、マクザッカバーグが、うおぉ、メタ ただしゃだーって言い出したら、みんなが、うおー、やめー、メタだって言って、もうニュース、毎日のニュース流すんですけれども、ちょっとですね、あの、フェイスブックの株価が落ちてきたりとかしたらですね、あ、もうメタバースの時代終わったわ、大失敗だわ、みたいなね、そういうことで、ね、すぐニュースってこれ言い出すんですよ。そしてそうやって不安を煽ったりね、まあ、あの、買いの、まあ、あ本当にクリプト市場と一緒ですよ。買いの不安を煽ったり、売りの不安を煽ったり、まあ、するわけですよ、市場っていうのは。まあ、ニュースってな、ね、んでか知らないけど、こういうふうにできていて、で、これがね、人間の心理と関係してると思うんですよね。人間ってとにか、 煽らられたらなんかこううやべえやっってなっちゃね、でもそうしないと、要は多分メディアも売れないんでしょうね。だから、煽れ、煽らなければ、やっぱ売れないし、刺激的なニュースを出さないとダメだから、あたかも世界中の人たちが今メタバースで走ってるかのように最初は歌わないといけないし、みんなビュー取れないからやってくれ、あの、ね、見てくれないからやるしかないし、で、なんかこう、まあ、まあ、次はこう不安をあわらないといけないから、いや、もうやばいよ、もう、 終わりだよとか言って、メタバース全然ダメだよ、みたいなね。え、ことやって、え、ダメなのダメなのみたいな感じで。なんかめっちゃ入ってたけど、もうダメなのちょっと教えてよ、みたいなね。そういう風になってきて、じゃあ見なきゃって言ってクリックしちゃうじゃないですか。みたいな感じで、彼らはですね、常にこう、そうやってね、人心をこう、操作してるみたいなイメージがあったりするので、まあでもそれもね、彼らのネイチャーというか、まあ仕方がない部分でもあると思うんですけど、まあ、人と、人がそうだから、 こうしてるんだよっていうね。彼の言い分も多分あると思うんですけどね。うん、なんかね、ネガティブなニュース書かないととか、ネガティブなタイトル書かないと、ビュー取れないから、みたいなね。なんかもうそれって、なんかおかしいんだっていうか、根本的になんか変えなきゃいけないなと思ったりするんですけどね。あでもね、そういった感じで、えー、メディアが、えー、ね、そうやってなんかこう、じゃあ Facebook、メタ社がやって大きな失敗で何十億、何十億どころじゃないな、もう、もう超ですよね。超のレベルで失敗しますよ、みたいなね、ことを言ってて、みんな、ああメタバースってバズワードだったんだけど、なんか終わったん もうね、やばいですよ。本当にやばくて、とてつもない巨額の資金が動いていたりとか、もう国を挙げてね、もう、もう、我先に、我先にみたいな感じで、めちゃくちゃ突っ込んでるんですよね。 で、今日そういったね、話での裏側のえ、実際の現場の裏側のまじまじとですねえ、そういった政府であったりとか、巨大企業の動きとかを聞いてみて、全然違うじゃんとニュースで言われてるようなことと。いや、もうね、これはね、本当にすごいんですよ。だから2023年、やっぱり僕はね、一気にこれは来るなと思っているんですよ。で、実際に今僕たちの周りでも、えー、そうやってね、僕たちに、ね、今日ももちろんそうですね、昨日もそうですね、そうやって、あの、ご相談がですね、本当に大きな方々から来るっていうのは、またそれをやっぱり表しているなと思うん ですけれども、本当にね大きな波が来てるなと思っているんですよ。なんでね、もうこれはもう本当に息を潜めて、今はね腰たんたとビルドしている段階だと思うんですけどもね、もう一つ思うのは、決してね、えー、この、えー、2021年そして222022年このですね、えー、時期にしっかりとしっかり準備をしてきて、しっかりとリリースをしてきて、すでにものがですねライブとしてあって、それをすごいスピードで進化させ続けていってるっていうこのザナに関しては、やっぱりねあのやったかい があったというか、うん、もう本当にね、追い込んで追い込んで、自分たちを追い込みすぎだろうぐらい追い込んで、やっていたからこそ、今開けてきた目と。 いうものが本当にあるなと思っていて、まあ、ほとんどのね、大きな会社さんが、いやメタバースをするよ来年は、って言ってね、2021年にみんなで言い出したんだけれども、2022年は誰もできなかった、みたいなね、えー。こういったのがほぼ今9割と言われてるんですよ。っていう中でですね、しっかり結果を出して、えー、存在感を示し続けてっていうね、このザナに関しては、すごくね、やっぱりそういった中で信頼を勝ち取ったというところがあり、まあ最初はですね、遠巻きに見ていた方々も、今ですね、こうやってこう、ようやく、えー、ザナ、やっぱすげえな、みたいな感じで、 え、どんどんとね、いろんなところから来ていただいているというようなことがあるので、まあ、本当にね、自分たちの判断というか、えー、もう追い込みに追い込んだのは間違ってなかったなということで、えー、これをですね、聞いていただいている皆さんに関しては、こんなね、もう本当に半年くらい前からこのメタバースチャンネルっていうのを聞き続けていただいておりますけれども、まあ、だいぶですね、もう毎日僕の話を聞いていただいていると思うので、このメタバースに関するね、えー、気持ちの事前準備であったりとか、これから来る未来であったりとかっていうのは、すごくね、皆さん、なんか準備ができているなと思うんですけれども、本当にね、それは無駄ではなかったと思える年が、 が来年来ると思っておりますのでぜひ、ね、安心してくださいということと、えー、自信を持ってですね、えー、しっかりメタバース自体に向けて準備をしていただければすごくねエキサイティングな1年間になるなという風に思っていますそしてですね最後に1点なんですけれども、えー、僕はですねこのチャンネルを通じていろんな僕のおすすめ、えー、みたいなものを今までねいくつかお話をしてきたと思うんですよ例えば音楽であったりとか映画であったりとかですね、えー、ご紹介してきたなと思うんですけれどもまたですねご紹介したい ものが出てきたんですよ。で、こちらに関してはですね、ぜひ皆さん今のこのタイミングで。 もしまだ見ていない方は、前編を解説する前にですね、これを読み始めていただいた方がよくって、っていうのも、これはね、長いんですよ。作品が長いので、もしね、ああなんかいつもね、なんかりょうはなかなか面白い解説をしよるな、と思ってくださっている方は、まあですね、あの、ぜひ、先に、この作品を見ていただいてから、え今後ですね、えまあおそらく、そうですね、来週中とかに撮りたいなと思っているんですけども、この解説を聞いていただければなと思うんですよ。そしてですね、そのタイトルという というのが何かと申しますと、漫画とアニメになっているですね、カラクリサーカスという作品があるんですよ。もうこの作品がとんでもなすぎてですね、いやー、もうね、おえつするぐらい泣きましたね。<laughs> で、これ僕実は2回目なんですよ。で、1回目はいつだったっけな、もう彼れこれ10年以上前ですよ。15年くらい前に初めて読んだんですよ、きっと。 うん。で、それでね、すごい感動を、めちゃくちゃ感動して、もうその時も応つするぐらい感動したんですけど、今回ね、アニメが見たという、アニメが出たというところで、今ですね、最近僕はいろんな作品を研究したりする中でですね、あ、そういえばこの作品めちゃくちゃ良かったなと思って、アニメが出たというところでですね、アニメを、アニメをもうめちゃくちゃのスピードでですね、ブワーっと見てたんですよ。で、最初はですね、ああ、なるほど、こんな感じか、こんな感じかと思ってね、こう作風とかを把握する程度で見ようと思ったんですけど、もうですね、 もう見れば見るほど思い出していってでなんかもう忘れてること,とかも結構あったのであれ次どうなんだったっけどうなんだったったけとか言って見てるとですねもうどんどん引き込まれてね結局最後まで見てしまったというですね、えー、ことになったんですけれどももうねこの作品はマジでやばいんですよ例えるとするならばです、ね、例えようがないですねあの一番のねこの作品の凄みっていうのは何かって言ったら僕はですねそのストーリーだと思うんですよ 圧倒的なストーリーがあって、もうね、もう狡猾に狡猾にもう練りに練りに練り込まれすぎた。 ストーリーというものがあって、例えば最近でた例えると何だろうな、例えば進撃の巨人ってあったじゃないですか、あれもね、相当な壮大なストーリーで、もうありとあらゆるところに伏線や、えー、歴史的なことが、えー、散りばめられていて、そしてですね、今の現在のこれが過去の、えー、どこどこのもうあんな、例えば100年200年前のこんなことに繋がっていましたとかね、で、実はあの時のことが未来のこういったところに繋がっていたとか、もう最初からこれ完璧にシナリオを用意して、 からですね書き始めたんですかみたいなもう1年ぐらいシナリオ練ってから書き始めたんじゃないかぐらいの綿密かつものすごい設計の伏線が張られていたストーリーだったと思うんですよであれはね皆さんほとんどの方が読まれていると思うんですけどもねこのカラクリサーカスはもしかしたらもう進撃の巨人のストーリーを超えるんじゃないかっていうぐらいもう僕の漫画史上の中ではですねナンバーワンのストーリーの練り込み具合なんですよもうねやばい これは、どうやったらこんなものが、計算で成り立つんだっていうくらいの、もうとてつもない壮大な練り込まり具合なんですよ。で、それですね、ただ練り込まれてるだけだったら、まあそんなね、推理小説とかね、壮大なストーリー読めばいいんですけども、もうとにかくね、泣けるんですよ。 やばいぐらい泣けて、それはなぜ泣けるかっていうと、その綿密な綿密な綿密なですね、もう本当にもう200年ぐらいかけたストーリーがですね、織りなすその壮大な、こう人のドラマに、もうめちゃくちゃ泣くんですよ。で、もちろんね、ストーリーが面白いからどん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 って読んで、読み進めていくところもあるし、途中ちょっとね、まああれみたいなところもあったりもちろんするんですけどもね、最後のね、この、あれこの作品の究極はですね、この最後、 え、アニメでいうところに多分最後の2話とか、漫画でいうところな、なんなんでしょうね。ちょっと、今、今漫画を思い出せないんですけども、多分ラストの2、3巻だと思うんですけどもね、ここがですね、もうマジでやばいんですよ。もう、もうすべての全動作追えつみたいな感じで、もう涙止まらんわっていうね、もうどれほど涙を絞り取るんですかみたいなぐらい、もうね、枯渇するぐらい泣けるんですよ。 だから、これはね、えー、熱く語りたいんですけれども、これはぜひね、この感動を、なんかこの僕のトークではですね、表現できないので、ぜひね、皆さんこれまだもし読んでない方は、読んでみてください。まあ作品自体がですね、結構漫画はね古いんですよ。もう1997年とかから2006年までの連載作品であるし、えー、アニメに関しては、そうですね、2018年とかなので、漫画はですね、かなり古いんですよ。だから絵も結構古くて、で、まあ最新のですね、ものに慣れてらっしゃる方々に、からすると、 ちょっとこれねあの、絵柄とか古いなって思っちゃったりする可能性はあるんですよね、まあ、でもね、そんなものはもうさておきながらですよ、もうね。 あの、日本の多分漫画史上に残るだろうっていうぐらいの本当にすごいストーリーなので、それをね、ぜひ感じていただきたいですね。だからもうま、もう絵なんて、ね、二の次ですよ。結構ね、これ、くそ、が強い、癖が強い、こう、作家さんなので、あの、そこはですね、まあ、絵って増えてというか、好ききであると思うんですけれども、もうね、うん、まあこれはね、本当に、もう早く語りたいっていうぐらいね、あの、語りたいので、ぜひ読んでください。まあ、これね、あの、本当に事前知識なしで読み始めても全然 OK だと思うんですけども、 もう簡単にですね、解説最初のどんなお話かだけをですね、簡単に説明しておくと、基本的にはですね、このタイトルが示している通り、カラクリサーカスっていう言葉がですね、本当にいろんな意味を含んでいるんですよ。このカラクリとサーカスっていうのがですね、繋がっているんですけども、これがね、本当に深い意味を持っているんですよ。そしてそれが、どんどんとね、こう、物語を進めるにつれて解き明かされていくんですよね。 本当に不思議なストーリーで、なんか最初はすごいシリアスな、こう、リアリ,リ,アリスティックなお話かと思いきや、まあ、結構ですね、途中でこう、ヒーローものというかですね、えー、よく本当に少年漫画にあるような、そういった設定が出てきたりとか、 そうかと思えば、もう本当にね、こう人間の存在であったりとか、そう心のあり方であったりとか、まあね、本当にいろんなこう感情であったりとか、あとは人間とはとかですね、人間の心ってじゃあ一体何なのとか、このからクリっていう言葉にもあるように、まあカラクリって言えばなんか機械的なものを想像するじゃないですか、で機械とは何なのとか、機械と人間の違いって一体何なのとか、もうね、そういった深いところにもめちゃくちゃ切り込んでいくし、 とにかくね、幅広い作品なんですよ。幅広い作品なんですけども、まあ、何度も言いますけれども、もうエンディングがね、マジでやばい。もうマジで、ヤバすぎて、おえつが本当に止まらないので、これをね、それを見るためだけに、この43巻、またはドラマの、えー、アニメのですね、30何巻、見ても絶対に損はないというぐらいのですね、もう強烈な最後の展開になってきます。まあ、おそらくね、あって、漫画を読んだ方がいいのかなうん、漫画を読める人は漫画を読んでいただいた 方が全てのディティールがね。完全に書かれているので、あのいいと思いますね。で、僕はこのアニメなんで気になったかって言ったらですね。この作品のヒロインの声をですね。あの、林原めぐみさんという綾波レイの声をやっている人がやっているんですね。で、それがもう完璧に。まハマりすぎていて、もうそれでね。漫画から入った僕としては、ここでこの人の声が来るのかみたいなね。もうやられたっていう感じなんですよ。もうこの人はね。本当に天才で。 少しですね、このヒロインも、綾波イと似ているところがあって、まあ、こう、心がね、えー、なんかこう、欠けているというか、まあ、人間なのか、こう、からくり人形なのか、一体何なのかよくわからないみたいなね、不思議な設定からスタートするんですよ。あの、綾波イさんもそうだったじゃないですか。で、そういうのをですね、やらせたら、あの人の右に出るものは、日本中にいないっていうぐらいのですね、もう超天才声優さんなんですよね。 ま、なんで、ポップに楽しめたい方としてはアニメですけれども、まあ、じっくりとですね、もう隅の隅まで味わいたいっていう方は漫画がおすすめかなと思いますね。もう漫画は本当にとてつもなく感動したので、もうね、アニメだとね、若干それが削がれてるところが若干あるんですよ。まあ、アニメの方が逆にいいところもあるんで、いやもう難しいな。<laughs> 難しい。あの、なんですけれども、ま、ぜひね、どちらかを選んでトライしていただければいいなと思っています。 で、これポイントとしては最初で判断しちゃダメですね。もう最初じゃなくてちょっと根気よくいくんですよ。根気よく突っ込んでいくともうどんどん面白くなっていくので、そこはですね、ぜひポイントとして押さえておいていただければなと思っています。そしてこのむちゃくちゃに熱いですね、このエンディングあたりを見た後に、皆さんとその熱さについてね、語り合うことができれば最高だなと思っていますので、ぜひね、この年末年始のお時間を利用して、トライしてみてください。そういえばですね、日本はあれですね、あのスラムダンクが始まったみたいですね。 僕からほんめちゃくちゃ行きたいんですよ。もうね、本当に当然のことながらスラムダンク大好きなんですけれども、も僕のですね、本当にせんあの、尊敬するエンターテインメント界の先輩がですね、えー、事前情報をすべて断ち切って、えー、見に行くっていうですね、ストイックさを見せて、で、それを見た後にですね、もう僕に連絡があって、いやもう今すぐね、ドバイから帰ってきて、この、これを見るためだけに帰ってきても、えー、間違いはないというぐらいの作品だから見に来いみたいなね、本当に <laughs>、そんな熱量で語られたんですよ。いやもうそんな言われたらマジ で行きたくなってきちゃうじゃんみたいなねえー、ことなんですけどもねドバイ来てくんないかな でもね、本当にあれは劇場で見てこそ意味があるというようなですね、熱いメッセージを、もう本当にエンターテイメント界の結構大物ですよ。えー、とかがですね、もうそこまでおっしゃるんだから、いや、それはね、うん、見に行きたいと思ってるんですけど、ちょっと頑張ります。何か方法を考えます。なので、見に行けない僕の分もですね、ぜひ皆さん見に行ってください。そして、ヌタバレはせずにですね、待っておいてください。はい、そういった感じでですね、本日もどんどんと祭りが続いていきます。えー、今日はですね、夜にいつも恒例の21時からですね、夜の9時から、 恒例のザナダオ日本語ミートアップ会というものがありますのでそちらもぜひご参加いただければ嬉しいなと思っております本当にこの2022年ですねザナダオの皆さんのおかげで本当に素晴らしい1年間にすることができました本当にね深い感謝の気持ちを捧げたいと思っており年末にですねサプライズもちょっとご用意させていただいておりますのでそちらも楽しみにしておいてくださいそれではまた今晩お会いいたしましょうありがとうございました